総家塾の久保です。昨日はですね、海老名のオフ会第4回ですか、 FX の方でお集まりいただきましてありがとうございました。まあ、いつも思うんですけども、こうやって海老名で集まっていくと、あ、 FX やっぱり可能性があるな、頑張っていかないといけないなというふうにみんな気持ちが高まっていくと思うんですよね。で、最近はその YouTube をされている方同士でこう関わりが始まってきてですね、でお互いに頑張っていこうねとかコメント書いたりとか、それに励まされたりとかしてるわけなんですよ。で、ここで前提条件として、自分が辞めないための地盤を築いた人と、それをね、自分でできる人と、それから仲間がいることによって、触発されて頑張っていける人といると思うんですよ。で、やっぱりね、速化塾ってもので集まってる以上、そのグループをね、チームを活用してもらいたいと思うんですよ。LINE グループっていうのも各地にありますので、そこでまあなんか盛り上がっていくとかね、一つのテーマでまとまってる LINE グループもあると思いますので、そこでぜひね、アウトプットをして、そのアウトプットに対して励ましを与えることによって、こうやめないようなね、環境を作っていただければなと思います。やめないような環境があると、一人でも頑張っていけるのかなと思いますし、もう完全に一人になっちゃうとね、今回もありましたけども、プレミアムっていうコースに入って FX を学ぼうかなと思ったんだけども、なんか気がついてみたら1年経ってみたいなこともあるんですよね。これは結構ありがちなんですよ。まあ、ですので今回速化塾のプレミアム2ということで、続編を設けましてですね、前回参加してくださった方は追加料金1円以上というね、こういうふうな救済措置といいますか、よく皆さんの気持ち分かってますよってことでね、仲間のトレーダー出してくれたわけなんですけども、さあ、この速化塾プレミアム2の募集ですけども、いよいよ今晩、もしくは明日ぐらいにリリースされそうので、皆さん お楽しみにしてください。FX を今まで学んだこともない方もね、これを機会にやってみようという方は非常にね、多く出てくるんではないかなと思いますし、前回、速化塾プレミアムは80名弱の方が参加してくださって、結構ね、卒業といいますか、強烈に勝っている人とかももう出てきましてね、いやー、成長の早い人いるもんだなと思うばかりでございますけどね、そこへ行くと私の方はね、また一からやろうかなという形ですよね。まあ勝てるにはなったんですけども、なんかいまいちね、こう気持ちの面ですか、自信がもうちょっとついてもいいのになっていうところでね、精神力の弱さがここで出てるかなというところでございます。まあ、速化塾で、プレミアム2でですね、お、痩せたんですよ。そうなんですよ、ひろこさん、バランスボールのおかげじゃないですかね。毎日乗ってますからね。ひろこさんに出会ってからバランスボールに乗らなかった日ってのは一日もないですね、これはね。あ、そうだ、旅行中は乗ってないですね、確かに。今は地べたに座ってますから。はい、おかげさまでね、皆さんに痩せたというふうにね、評価いただきまして、実際体重もね、4キロぐらい、この夏で落とすことができて、しかも、特に、なんですかね、カリキュラムもしてないんですよね。筋トレを激しくやったとか、食事調整をやったとかっていうのはあんまりなくって、ただ普通に過ごしていて、まあ、バランスボール乗るぐらいで、ずっとね、お腹の方がキュッと締まってきまして、なんかね、そのベルトの穴も1個2個こうね、変わってきたというか、スッとね、まっすぐ体格がまっすぐ上から下まで行くようになりましたね。おかげさまで、M サイズとかいうのが合うようになってきましたね、最近は。私は LL とかを好んで着てたんですけども、それがまあ、L を着るようになって、最近は M でもね、全然入るし、L サイズの長袖の T シャツが脱げるしみたいなね、そんな感じになってきました。皆さんもバランスボールをおすすめします。バランスボールもね、やっぱりやってる方がこう一つの塊になってるから励まし合って続けられるのかなと思いますよね。はい、本日の放送は以上でございます。それでは本日もよろしくお願いします。明日、明後日と東京でございます。